どうも、ショピンです。こんにちは、こんばんは。本日が、7月21日日曜日朝の9時30分でございます。よろしくお願いいたします。はい、本日はですね、トルコから迫害を受けている可能性 99% 嘘という、個人の見解のお話をしたいと思います。よろしくお願いいたします。ケバブ屋を経営しているタシさんという方、知ってますか？アベマにも出ていましたし、先日僕が、ケバブを食べたお店のオーナーさんでもある方なんですけども、お父様がですね、もともと解体業を営んでいまして、少し前に不法投棄で、逮捕されています。タシさんがですね、珍しくポストをね、していまして、このような、やり取りがありました。タシよ、お前がちょこちょこトルコに帰ってるのは知ってる。難民申請をする前は帰らなかったくせに在留資格をもらったらトルコに帰る。お前がやってるのはインチキやぞ。現在はですね、タシさんは、在留資格をねもらったんですよ。これは本当です。これに対してですね、タシさんが、私が世界のどこでも行くのがあなたの問題じゃない。好きなところは全部行ける。トルコも私の国だから行くのは当たり前じゃない。自分の国に行くのはお前に聞くわけないでしょう。行きたい時は行くよ。この文章を見てどう思われます？トルコも私の国だから行くのは当たり前じゃない。ちょっと待ってください。トルコから、迫害を受けているから日本に来て難民申請をしたんですよね。そもそもこの人たちね、本当喋んない方がいいと思いますよ。まあこの姉ちゃん起きちゃったから声ちっちゃくしてというかね、この方々ね、日本語よく分かってないくせにこうやってね、無駄にポストするからね、いろいろこうめくれてくるんですよ。こういったね、女性の方もいましたよ。そしてもう一つ、もし私たちがそんなに嫌な人間なら、なぜあなた方日本人女性はクルド人男性と結婚するのでしょうか？本当ですか？少なくとも200人の日本人がクルド人男性と結婚しています。本当ですか？聞いたことあります？そんなの。私たちクルド人女性はあなた方の日本人男性に目もくれません。勝手にどうぞ。私たちの男性がより魅力的になるように。これに対してですね、僕は思うんですけども、結婚する場合は本人確認が必要なんで、大使館まで行ってね、書類手続きをしなくちゃいけないじゃないですか。200人ね結婚できたっていうことは、必要書類をね発行してもらえたということで、つまりトルコから迫害は受けていないという証拠になってしまうわけですよ。ちょっと興味ありますね。クルド人と結婚している200人の日本人女性を証言してくんないかなって思っちゃいますね。これが本当だったら、もう難民申請自体がほぼ確実に偽装難民ということになりますからね。余談ですけど、まあ自分も妻子がありまして、まあ、こういうね、写真とか見ちゃうとね、ちょっとこう、なんとかしやりたいななんて思ってしまうんですけど、それがいけない。ね。それ、日本人のね、優しさにつけ込んできますんで、ここはちょっと心を鬼にしてね、アンカーベイビー大反対と申し上げます。子供をねネタにしてね、永住許可をもらおうとするな。子供を利用してね金を稼ぐなよと。みっともない。日本にはいてほしくないと思うのはね、こういうね文章をね書く人間も平気でいるわけですよ。翔ちゃん、ダンと一緒に日本に来ることは考えないの？うん、これ多分ダーリンのことかな。さあお嬢ちゃん、案内してあげるよ。日本人はからかうよ。彼らは薄汚くて痩せた人たちだよ。ケラケラケラ。ね。これは輪っかす長楽の奥さんです。クルド人が騒いでいる言葉を聞いたときに、何より、俺たちクルド人に文句言う奴を殺してやる。と声ね、勝手に騒いでいるところが怖いです。日本人は全員トルコ語を分からないと思ってるみたいです。あ、この方はちょっと分かったんでしょうね。クルド人と、同じ空間にいたことある方いらっしゃいますか？ちょっとご意見があったんですけどね、埼玉の町医者で診察待ちの時にですね、クルド人がね5、6人入ってきたと。でやっぱこの季節じゃないですか、臭いんですって。汗臭い。これちょっとね引かないでくださいよ。クルド人って
お風呂入んないんですって、週に1回ぐらいしか。でその匂いをごまかすためにね、香水をつけるもんだから混ざっちゃって、まあ、それはね、あのちゃんと町医者は実費で払って帰るらしいんですけど、帰った後もね、匂いがもう取れないんですって、臭くて。でちょうど昨日なんですけど、お客さんがね、ケバブ屋の話をしてて、片方の女の子はケバブ美味しいですよねって、こっちの女の子は美味しいけど臭くねって、なんか大衆みたいな匂いしてって、だから俺ピンときて、だそれ言ったんですよ。多分ね、トルコの方かどうかちょっと分かんないんだけど、クルド人っていうのがいてね、それがもし売ってるんだったら多分お風呂入ってないから臭いんだと思うよって、大衆でって。おいクルド人、お風呂ぐらい入れよ、公衆衛生ぐらい守れよ、ゴミ捨ても守れねえんだから。以上です。ご清聴誠にありがとうございました。